開始だ。ジョーカー行くぞ。オッケー、心得た。行くわ。行くぜ。行きます。ガセロペルソナ5タクティカ。この向こうにヨシキがいるみてえだな。準備はできてるか。さっきから険しい顔をしているが、どうかしたのか。え、いや、その、あのさ、さっきのお母さんの話、もしユキさんがトシロの心にいるお母さんだっていうなら、つまりもし本当にお母さんが自分を恨んでるって思ってたなら、そうなってるはずだ。でもユキさんはそんな風に見えなかった。だから、とにかくお母さんは敏郎を恨んでないと思う。以上だ。母さんは、てかそもそもお母さんはそんなことで恨んだりしない。なんというか、そういうもんなんだ。私が保証する。俺も母という存在についてはほとんど知らないが、それでも母の愛情というものなら理解しているつもりだ。結末がどうあれ、子供と一緒に過ごせた時間を恨んでいるとは俺には思えない。それも結局不確定な事実に過ぎない。だが君たちの言葉を聞くと不思議とそうであるかのように感じるな。ああ、そうさせてもらう。それが両親に、そして君たちにできる最大の誠意なんだろう。そういうことだ。まあ応援ぐらいはしてやるぞ。ありがとう。僕は君たちに助けられてばかりだな。父とは決着をつける。そして母さんのことも必ず。それじゃあ行こうか。絶対勝とう。おやおや、お尋ね者、自ら首を差し出しに来ましたか。父さん。ほうほうほう、それにしてもよくここまでたどり着けましたね。敏郎とその他の下郎ども、おまけにドラ猫。誰がドラ猫だこら。余裕ぶってんのも今のうちだ。てめえの悪事もここで終わりにしてやるよ。ほほ、どの口が言うのです。悪事を働いたのはそちらでしょう。何ですって。ごめんなさい、あなた方のせいで我が国はめちゃくちゃですよ。侵入する監視カメラが映らなかった。もう我慢の限界でやつ、みんなを解放するでやつ。こいつらユーシキ様に逆らうとか大量に目が覚めたでやんす。ユーシキ様、いや、ユーシキのやり方は間違ってるでやんす。やめろ、ユーシキ様に反響する。禁止する。やめるものならやってみよう。庶民の意地見せてやるでやんす。なんと愚かな犯行。全ては悪魔のささやきにたぶらかされたがため、あなた方は平和に暮らしていた我が民たちを混乱の渦に巻き込んだのですよ。ここまでの指導を尽くしておいて何が目的なのです。何度も言わせるのではありません。
悪行を働いているのはあなた方だと。私があなた方を正して差し上げなければ。さあ今しろ、父のもとへ来なさい。私の慈愛であなたを導いてあげましょう。これぞ慈愛。見届けるのは愛の愛。行きません。僕は息子としてあなたを止めに来ました。これは愉快。面白い冗談を言えるようになりましたね。ずっと言いなりで生きてきたお前が私に反抗するなど。面白い。この父の顔も三度までだ。母を殺し父を裏切った大罪人が。確かに僕は罪人かもしれない。いや、だからこそあなたを止めるんだ父さん。くだらない。実にくだらないですね。周囲のうつけどもにそそのかされ、偉大なる父に牙を向ける愚足よ。今すぐ黙らせてじっくりことこと、ともう一度教育し直してやるわ。来るぞ、みんな構えろ。カレーにやっ
状況だ。どうだ俺ら。ダイタ。私が何とかする。容赦しないからね。
しないかね。ガチだかね。死ねるぞ。ハンターのはダメじゃないの。俺カルミン。Get ready。ガチだかね。ほら。敵を撃破。華麗なゾンボーさ。覚悟しな。見せてよ、ミワ。じゃあ、ピックだ。やった、敵撃破を確認。おいしょ。いざ、敵撃破。クラレット、もう良いね。カバーバッチリだな。この状況は、来い、頂戴しろ。しばき倒す。ファイヤー。オッケー。敵撃破を確認。スペースカバーだ。ゲットレディ。カルメ。ラッチ。よし、行くぜ。割にはこの程度ですか。哀れな虫けらですね。よしきね、硬すぎる。もう少し攻め込めれば。無駄だ、無駄だ。おとなしく我が愛にひれ伏せ、そして愛に死ね。あいや、うるせえの猿かよ。でもこのままだと消耗戦だよ。なんとか場の流れを変えないと。ダメ、考えてる時間がないわ。ヨシキは畳みかけてこようとしてる。何かいい手は。哀れな子らよ、そろそろとどめを刺してやろう。トシロをたぶらかした虫けらども、観念して私の慈愛でお行きなさい。こんなところで負けるわけには。観念するのはあなたですよ、ヨシキ。か、ユキさん、なぜここに。それにみんなも。つけがちに参りました。私たちも共に戦わせていただきます。おお、あっしろ、魂見せるでよすよ。あんたたちだけに任せるわけにはいかない。打倒よつきでやす。おお、援軍たくさん来た。戦力アップだぞ。すごい、駆けつけてくれたんだ。ごめんなさい、どうしてもと聞かなくて。もちろん私も同じ気持ちですよ。わざわざここまで。あなたの勇気が起こした奇跡なのですよ。みんな力を貸してくれ。ヨシキを倒して国を取り戻すんだ。そう、みんな今よ。もう誰もてめえに従う気はないってよ。残念だったな、将軍様よ。ユキ、私の寵愛を受けたお前が謀反を起こすとは、私のスーパーラブだ。寵愛をもってしても許せませんよ。あなたに許しは来いません。私は
私の意志で戦います。年貢の納め時でもよし、もっとふさわしい言葉がある。叩きつけていい、ジョーカー。終わりにしよう、父さん。あなたを倒してこの国は変わる。くだらん正義感を掲げるアホどもめ、それを賛美するアホに意味もわからず踊るアホ、どいつもこいつもアホばかりよ。どれもアホなら殺さりゃ損損。私の愛で全員死にしてくれるわ。いいぞ。みんないいぞ。ゾウさん、今ならいける。これだ。容赦しないからね。ケルソボ、踊れカルメン。覚悟しな。ぶっ込むぜ。おい、見せてやるよ。よし、行くぞ。アルセール、俺の出番だな。いい位置取りだ。ドラゴンレベル。無限の愛よ。はい、覚悟。うわ、いざ。くらえ。行って。はい、いざ。なんつけんだ。この状況は。はいはい。覚悟しな。そう。エルソラ。Yeah, I got it.
しろ。父さん、これ以上はもう。もう何です？これでお前は満足ですか？どうしろ。己の偽善を振りまき、人々に血と争いをもたらしておきながら。血と争い？とぼけるつもりですか？これを見ろ。退場する！協力する！まだ諦めないでやんす！でなきゃ、この子のためにも街中に血をつけろ！一人も出せ、頼むに助けろ！なんだと？何が？何が出てきたの？みんな、街中がこんなに荒れてるなんて。それもこれも全て貴様ら悪魔が引き起こした惨劇。国を変える？ああ、笑わせてくれますね。自分に都合のいい大義とやらを掲げ、弱き者たちを巻き込んだ挙句、無駄らしい戦果を焚きつけた。これが貴様らの言う正義だと？ほうほう、教えてあげましょうか。あなたたちは単なる狂った先導者ですよ。雑に飾り立てた歪んで粗末な正義に酔いたいだけのな。ほほ、貴様らはかき乱すだけかき乱したこの国の責任を負えるとでも。傷つき困難に陥った民たちがどうなるか考えてもなかったのでしょう。それでもお前の独裁的で非道な統治のままよりは絶対マシだ。それは貴様の頭の中の話だろうが、現実を見ろ。100万歩譲って私が独善的な支配者だったとしましょう。だがそれでも民たちは生き、幸せを享受していた。それを貴様が、貴様らが全て壊したのだ。愚かよの、実に愚か。これぞ狂った喜劇よ。僕が壊した？しっかりしろ、どうしろ。ヨシキと決着をつけるんだろう。ヨシキは詭弁を弄しているに過ぎ、自分の意志をしっかりと持て。どうしろ、あの日のことよく覚えているだろう。父の愛も分からず私に反抗し、病弱な母を勝手に連れ出し、やめ、あげく死なせたのだ。父の馬鹿げた M によってな。この非道な母親殺しに母の無念と恨みがわかるのか。違う、僕は。おやめなさい、ヨシキ。これ以上の暴言は許しません。そうかそうか、これは愉快な。では狂った喜劇の幕を再び開けるとしよう。死ねー、どうしよう。見るがいい、これが革
ねえの待つろよ。やはり、やはりだ。実に愉快。ユキさん、頼む。しっかりしてくれ。どうだ、トシオ。分かったか。これがお前の革命とやらの慣れの果てよ。お前は二度も母親を殺したのだ。くだらぬ綺麗事でな。ではまた、愛しましょう。消えやがったか。ねえ、それよりユキさんが。頼む、行かないでくれ。僕は、まだあなたに何も。母さん。どうしろ。やっぱり、そう、だったのね。私の、こう、そんな気が、してた。ごめんなさい、母さん。また僕のせいで。あなたのせい。それは違うわ。どうしろ。ちゃんと思い出して。私との記憶を。これ、もしかして、東四郎の記憶？お母さん、こっちこっち。次、あれに乗ろう。東四郎は元気ね。あのね、お母さん、絶対に手離しちゃダメだからね。お母さんのことは僕が守るから。だから絶対だよ。ありがとう、タウシロ。すごく頼もしいのね。でもお母さん、久しぶりのお外だから少しゆっくりね。ねえ、怒ってない？遊園地に連れてきたこと。当たり前でしょ。お母さんね、今すごく幸せなのよ。東四郎と一緒にいられて。こそこそエスケープ作戦大成功ね。何それ、変な名前。東四郎が勇気を出してお母さんを連れてきてくれたおかげよ。僕の勇気？そう、東四郎の勇気がお母さんを幸せにしてくれたの。東四郎、お母さんのお願い、一つ聞いてくれる？うん、何？今も、これからも、あなたの勇気を恐れないでね。誰かのために立ち上がる勇気を、ずっと大切にして、後悔はしないで。との約束。うん、分かった。約束
しないとだね。指切り弦は嘘ついたら針千本伸ばす。勇気を出してくれたからこの国は変わることができた。一緒に戦うことを許してくれたから、こうしてまた話すことができた。だから立ち上がったことを後悔しないで誇りに思いなさい。母さん、僕は母さんとの約束を守れただろうか。もちろんよ、どうしよう。だから、あ、分かったよ。僕はもうあの勇気を後悔しない。いい子ね、ずっとあなたのそばに。戦いが終わったのであれば、みんなに知らせなければ。マリエの時と同じく、すぐに勝利を叫ぶべきだと思うが。どうしろ。僕への気遣いなら不要だ。言っただろう。あの人は僕の中にいた幻に過ぎないと。でもユキさんは。ナビ、待って。思い出の中の母がほんの少しだけ現れ、そしてまた消えた。ただそれだけ。本当、素直じゃないんだから。まったく。じゃあ東城の言う通り、あいつらに知らせてやろうぜ。ああ、電波ではなく直にな。よろしく頼む。うん、任せて。は倒れた。この国に暗い影を落とす者はもういない。怯え、うつむいていた顔を上げ、輝く未来へ踏み出す時が来た。これはみんなが自らの手で掴んだ勝利だ。やった、足が立ったでやんす。まさかこんな日が。よかったでやんす。のんびりしてられないでやんす。みんなにも早く伝えるでやんすよ。これでよかったかな。ああ、上出来だったぜ。こっからでも分かるぐらい喜んでたな、あいつら。けど、やっぱ街はボロボロだな。そう、みたい。怪我人もかなり出たよね。俺たちがモニターで見た映像は一部分のみだったからな。実際に光景を目の当たりにすると、なんとも言葉にならん。分かっちゃいたけど、よしきぶっ飛ばして、はい、終わりってわけじゃねえもんな。うん。ねえ、私たち、勝ったんだよね。当たり前でやんす。確かに、犠牲は出たでやんす。ユキ殿だって、ですがですが、立ち上がったことは、間違いないけど絶対にないでやぜ。お前、てか、なんだこの音。痛いか、みんなあそこでやんすよ。おおお、なんか大量に走ってくんぞ。よかった、間に合ったでやんす。か、囲まれた。てか、またこのパターン。皆さんにぜひお礼を言いたくて。あ、そんなお礼だなんて。むしろ町も人もこんな状態になって、
さんも。ええ、戦いは途切れ途切れでしたが、モニターに映ってたでやんす。けど、それでも、これを後悔したら、ユキ殿の思いまで否定することになるでやんす。ここに来る前、ユキ殿は言ってたでやんす。何が起きても、後悔してはいけないって。だからアッシャーは、これが間違いだったとは思わない。ユキ殿の思いもついて、生きていくでやんす。もう、アッシャーは自分に嘘はつきません。己の目と意志で、生きていくでやんす。ほら、あんたもいつまでメソメソしてるでやんすか。ユキ殿が悲しむでやんす。しっかりするでやんす。僕がいつメソメソした？みんな、うん、きっと大丈夫だよ。その勇気を誇りに前に進もう。はいでやんす。では、足では町の復興に戻りますね。さあみんな、忙しくなるでやんすよ。みんな、立ち止まる暇などないということか。そうね。じゃあ私たちも行きましょうか。すまない、その前に少しいいか。改めてみんなにお礼を伝えたい。父のこと、母のこと、君たちが背中を押してくれたから僕は向き合えた。だからありがとう。僕からの素直なシャイだ。少し照れくさいが、受け取ってくれ。もう別にいいのに。それと、さくら君、君の言葉は特に響いた。ふん、そっか。現実に戻ったら、ずっと遠ざけていた母さんとの過去とも向き合おうと思う。自分の記憶とはまた違った答えが待っているかもしれないが、それでも思い出から逃げるのはもうやめにすると決めた。そうか、いいと思うぞ。逃げないの大事だもんな。応援するぞ。しかし東四郎も言うようになったな、おっさんのくせに。おっさんだって決めるときは決めるのさ。それじゃ改めて出発しましょう。例の扉は見つけてるのよね。おっと、そうだった。扉ならそこにあるぞ。ほら、今度こそ現実に帰れるのかな。あんまり期待できないかも、今までのパターンから言って。それでも先に進むためにはくぐらなきゃでしょ。行こう。いいか、何が起きるかわからねえ。くれぐれもみんな用心しろよ。よし、行こうぜジョーカー。Special thanks to gifter membership upon my viewer. 私の視聴者上に送り主メンバーシップに特別な感謝します。 Special thanks to my membership fan family. 私のメンバーシップファンの家族に特別感謝します。 Special thanks to donors to my channel. 私のチャンネルへの寄付者に特別感謝します。 Now an outro part on next video and previous video. Don't forget to subscribe my channel.Give a like and give comments so I can reply support on your channel later. 今は前と次のビデオのアウトロ部分です。チャンネル登録しと、高評価お願いしますと、コメントをしてください。後で私はサポートに返信できるようにします。